はい、夢です。どうも今ですね、イースターのランドに来てます。こちらグラマスラキッチンですね。イースターのスペシャルセットが食べれるんで来ました。今ですね、平日のお昼の12時なんだけど、めちゃくちゃ並んでるんだよ。今日平日なんだけどさ、いい？どれぐらい並んでるかというとね、ドーン、はい、ここまで並んでます。はい、ちょっと並んでみます。はい、こちら商品サンプルありました。スペシャルセットですね。今回はローストチキンと、これね、それとスクランブルエッグとケチャップライス添え。はい、このですね、ケチャップライスで卵を作ってて、パカッと割れてるんだよね。めっちゃ可愛いですよね。そしてデザートがクランブルレモンケーキ、そしてドリンクのチョイスで1580円ね。これお皿が紙になったことによってメニューがちょっと簡素になっちゃって、サラダがつかないんだよね。前はサラダとデザート両方あったでしょ。だからちょっと、コスパ悪くなってるよね。まあ仕方ないって感じかな。でもね、味は変わってないと思うので、はい、楽しみです。はい、買ってきました。こちらメインの照り焼きチキンと、それからこちらのケチャップライス、はい、サンプル通りですね。この卵がパカッと割れたら中からこの飛び出してきたっていうのを、はい、プレートで表現してます。はい、それでデザートがこちらレモンケーキですね。あとでチョコレートの卵があります。いや、ムースじゃないのが本当にいいよ。助かるわ。それでこれで1580円なんだよね。昔はグランマサラはね、あの容器がメラミンで、もうちょっと縁にさ、なんかカラフルな彩りがあって、確かサラダもあったよね。はい、まあなので、ね、美味しそうではあるんだけど、このメインプレートとデザートとドリンクだけで1500円なので、ちょっと割高になっちゃったよね。まあでも味は変わってないと思うので、はい、じゃあ気を取り直していただきます。はい、それではいただきます。また例によってこちら、はい、グラマスラキッチン、こちらまたスプラッシュマウンテンのこのね、ライトが通っていくところで、かつここはリバ鉄です。リバ鉄なんで、リバ鉄がガッシュガッシュ行くところが見えますんで、もしですよ、もしリバ鉄に乗るミッキーがもしいたら、はい、ミッキーと俺はこれワンフレームに入ります。でもまあ、でもね、この2年ぐらい見てないので、うん、多分ミッキーは来ないだろうな。もしミッキー来たらこれも奇跡ですね。交互期待。はい、それではいただきます。チキンがでっかいんだよね。あと上にね、これパン粉かな、パン粉乗ってるね。めちゃくちゃチキン大きい。これ絶対美味しいやつやんか。おお、まずね、骨がないのがいいよね。骨なしです。じゃあ照り焼きにつけていただきます。これめちゃくちゃうまいね。え、これめちゃくちゃうまいんだけど、ぶっちゃけね、コンビニとかファミリーマートで売ってるチキンとちょっと似てるんだけど、でもね、上に乗ってるのはこれパン粉で、揚げたパン粉かな。あとね、セロイもミックスしてるので、このパン粉はね、やっぱセブンイレブンとかファミリーマートに絶対ないね。そしてね、スクランブルエッグがあえてあるので、スクランブルエッグと一緒にこちら今度いただきます。めっちゃうまい。まさにこのあれだね、洋風親子丼だね。この卵とね、この、はい、ケチャップライス、まさに洋風親子丼。チキンめちゃくちゃうまい。照り焼き美味しいです。ケチャップライスはごく普通かな。あ、来ました、リバ鉄。おー、リバ鉄だこれ。ほら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 、いいね。やばい、これいいわ。パーク来てるって感じがすごくする。やべ、めちゃくちゃうまい。チキンも大きいね。すごい大きいし、これお腹にたまるね。あと付け合わせの野菜がね、ブロッコリーと人参なんだけど、人参がちゃんとミッキーなんだよね。ほら見て、あ、はい、この人参グラスでもミッキーです。チキンがね、ちゃんと焦げ目ついて、本当にね、香ばしいですね。めちゃくちゃ美味しい。とにかく美味しい。甘辛い感じかな、ソースは。うん、照り焼きはね、甘辛いです。これね、
ライスをね、白いバターライスにした方がこの卵パカッと割れた感じがして色合い的にもいいかなと思ったんだけど、でもこれあえてわざとケチャップライスにした方がやっぱオムライスっぽくてね、美味しいから多分そうしたんだろうね。うん、ほんとね、チキンライス、オムライスって感じですね。とにかくね、チキンが柔らかくて大きくてほんと美味しいです。素晴らしいね。まあ何度も言うけど、パークのチキンに外れなし、グランマサラに外れなし。グランマサラ美味しいんだよ。グランマサラ絶対外れがないので、グランマサラでかつチキンだから絶対美味しいに決まってんだよ。間違いないね。はい、健在です今回も。ましてやイースターでしょ、今回のイベント中のこのメイン料理だからさ、トゥデイでも一番大きくね、ドーンと紹介されてるので、もうね、グランマサラで外れなし、パークのチキン外れなしで、今回トゥデイで一押しのメニュー、もう写真も盛り付けもいかにもインスタ映えというか、見るからに美味しそう、見るからに楽しそう、見た瞬間イースターって分かるんで、これもう完璧だね。で、実は今日金曜日です、ね、金曜のちょうどお昼のね12時頃来たんだけど、実は30分並んだんだよね。実はこの俺はね、グランマサラキッチン30分並ぶなんてまずありえなくて、逆に言うといかに今回このメニューが一押しでみんなに注目されてるかっていうのは分かりました。ほんとすごかった。土日かと思うぐらい入店制限してて、で場所取りもね、今回席超満員で、本当に全てのテーブルが埋まってて、この場所取るのも本当大変でした。はい、たまたまですね、俺の動画 の視聴者さんが見てくれてて、でパッと目が合った時にね、あ、梅さんもしかして食レポしますって感じで、気を利かしてテーブル譲ってくれました。ありがとうございます。大変助かりました。じゃあこちらのレモンケーキいただきます。いいね、レモンケーキ美味しそう。どうかな。はい、いただきます。白いねこれ、ちょっとこの、はい、こんな感じで、おお、こんな感じだ。はい、いただきます。あー、確かにレモンだね。酸っぱい、酸っぱくて美味しいね。まあ、あのスポンジは残念ながらね、ふわふわではないよね。ちょっとやっぱ硬い感じがして、ちょっとやっぱここは仕方ないね、やっぱ。うん、はい、でも美味しいです。これ中にね、レモンの皮だか果肉が入ってる、皮かな。あとイースターエッグのチョコレートね。はい、完食しました。めっちゃうまかったです。はい、グランマサラキッチンのイースターのスペシャルセット完食しました。めちゃくちゃうまかった。はい、まあさっきも言いましたけどね、うまいだけではなくて、いろいろこれ複合的に総合的に見て、やっぱり今回のねイースターメニューの中で一番だね、多分。1回目の食レポだから一番ってのも当然なんだけど、多分こんなにうまくてね、完璧な多分セットを食べてしまったら、他次から食べるやつね、絶対ちょっとね、ちょっと物足りないと思う。はい、なのでね、美味しいだけではなくて、とにかく見栄え、このね見た目でこのイースターが味わえるので、この見た目すごく大事です。で今回ねイースター始まったんだけど、ちょっと一個気になったのが、ショーパレ見ると実はこれうさたま大脱走だけなんだよね、ショーパレは。でその他それ以外にイースターっぽいことを楽しめるのは何かというと、フォトロケーション回るか、このうさたまを探すか、あとディズニーのイースターエッグを探す、あと買い物をする、そしてイースターの限定メニューを食べるっていうね。パークに行ってイースターっぽいこと何したって考えていくと、やっぱパークの体験として今回食事のかなりウエイトが高いと思いました。だからパークの方もね、エッグハンティングテイスティングってねやってるぐらいなんで、この食べるっていうのに関してね、すごいイースター体験してきたっていうのはものすごいウエイトが大きいので、だからこの美味しくて見た目がイースターっぽいメニューをいかにね食べれるかってめっちゃ重要だと思いました。はい、その点ではですね、このグランマサラキッチンのこのメニューめちゃくちゃおすすめしますね。まあ昔と比べるとコスパ悪くなったし、見た目も紙皿になったので、うーんって寂しいんだけど、初めからこういうメニューだと思えば、うん、前のメニューなんかなかったんや、初めからですねここはこういうメニューって思えば、まあ別に、うん、いいんじゃないって感じかな。
あとお昼時に来るととにかくめちゃくちゃ混んでるんで、そこだけはちょっと覚悟してきてください。でね、東京地方ね、昨日おとといまで最高気温10度12度とかで、はい、寒の戻りがあってめちゃくちゃ寒かったんだけど、今日はですねめっちゃ暖かくて最高気温20度ぐらいで、もう春って感じでめっちゃいい陽気ですね。俺も上着抜いてこれシャツ1枚で表で食欲やってんだけど、全然寒くなくて、ドリンクもね冷たいドリンクなんですけど、めちゃくちゃ春の、はい、陽気でめちゃくちゃ穏やかな今日いい天気です。なのでこんないい天気にですね、こういうテラスの席でこのイースターメニュー食べるっていう、もうまさに今日完璧なこの食レポですね。でこの岩鉄の子を通って口でですね、はい、めちゃくちゃいい環境でかつ美味しい食レポができました。はい、なのでグラマスラキッチンのこのテラスの席めちゃくちゃおすすめです。はい、以上グラマスラキッチンのイースターの食レポでした。じゃあね、バイバーイ。